まず腸が綺麗になるので、うん、お肌が綺麗になります、うん、そしてシミ、シワ、あと色白くなる、うん、まあ不調がある人は治っていくし、僕の場合はまず1年で身長が4センチ伸びた。40代から4センチ伸びたの。え、マジですか。これまだまだあの身長諦めちゃいけないんだけど、ね、微生物って思ってる以上にやるね。翡翠小太郎と笑い王子正野、笑う門にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。今日はスペシャルゲストグリーンズチャット初登場ですね、はい、発酵の先生とお聞きしてます、ね、発酵時と活動をしてる、発酵を愛してやまない、食品の発酵の方、ね、食品の発酵、光光る方の発酵ではないと僕も思ってます、はい、漢字を見て書きにしてます、はい、この辺も詳しく聞きに行く、はい、ちょっと、ね、いろいろ教えてもらいましょう、教えてもらいましょう、はい、さあ、早速登場いただきたいと思います。けんちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松丸源太郎さん、はい、源ちゃんと呼ばれてるわけです。源ちゃんと発酵のプロフェッショナルとして、はい、発酵王子とは自分では言ってないんです。あ、自分で言ってたわけじゃない。自分で僕自分で言ってるんですけど、逆になんかそう、もう急に触ってない。言われたいと思いましたね。急に言われてるんですね。まあなんかすでに勝負に参加してたスタートから。でもその、はい、発酵がお仕事になるまではどういう経緯でいきなり、そう、その辺をね、自己紹介兼ねながらね、ちょっと教えてほしいです。はい、けんちゃん、よろしくお願いします。はい、発酵をやる前は、はい、あの飲食店のチェーンの会社で15年働いてて、サラリーマンとして、お好み焼き屋かな。いや、そこ違う、違う、あそこは多分どこでもいい。で、まあ、お寿司屋さんなんで、優しいですね。素直だ。はい、ありがとうございます。はい、で、15年一生懸命働いたんだけど、お寿司の職人さんだった。そこは行きたくないです。発酵の話を僕は聞きたい。 お寿司の話もちゃんと答えてくれるんですね。仲良しですね。職人さんだったんですか。すごい面白かった。職人さん、あ、職人さんだったんですね。まあ、かっこよく言うと、うん、はい、で、あれで、まあ、お寿司は健康にいいと、ヘルシーだと。で、みんなが健康になると思って入社して、15年働いたんですけど、ちょっと調子が悪くなって、はい、で、周りの方もだんだん悪くなっていて、で、これはちょっと勉強しないといけないと思って、発酵の本を読んだら、もう感動してて、まあ、疲れて帰ってくるわけですよ、夜中未明に。もうそこから本読み出したら、もう眠れなくなって、3日未満ぐらい不眠不休でずっと。夢中になったんですね。もうこうなっちゃうぐらいずっと。読みたくてたまらない状態。はい。はい、もうその情熱が今も続いてて、はい。で、そんなに発酵って魅力的なんですか。確かに。眠れなくなるほど。魅力的なんです。教えてほしい、そんなに面白さ。健康なんじゃないかっていうぐらいです。どこがそんなに人を。体調が悪くなって、発酵の方に、なぜか発酵の方に行ったんですか、はい、それはもともと興味があったとかじゃなくて。もともと全く興味はなかった。ノーマークな発酵に、なぜかピンときちゃったんですか、はい、で、読んだらもうやばいと。やばい。特にどこがまずやばかったんですか。そうですよね。まず、忙しかったんですよ、はい、お仕事、仕事をして。で、皆さんも忙しい方、はいはい、方多いと思うんですが、発酵って難しいイメージあったけど、はい、逆で、私たちが忙しくしている間に、家事とか仕事で留守している間に、金ちゃんが料理をしている。金ちゃんと呼んでですね。あ、金ちゃんと呼んでですね。仮想大賞作りました。金ちゃんが料理してくれてる。金ちゃんが料理。受け入れてるんですよ。受け入れたね。金ちゃんが、はい、なるほど。はい、僕らが寝てる間も活動ずっとやってくれてて。確かにそうですね。はい、まあ、そこと、あと応援すると、すごい活発に。はい、答えてくれるんですか。そうなんです。かわいいですね。はい。だから、どんな応援されるか。そこなんですね。どんな応援がいいか。どんな応援。はい。クラシックを聴かせる店屋さんとか、酒屋さんとかあるんですよ。なので、ちょっとこう、私たちが聴いて気持ちのいい歌とか、あるいは挨拶でもいいので、はいはい、ありがとうとか、ただいまとか、おはようとか、はいはい、まあ、周りから見たらちょっと変ですけど、それをずっとやってって、で、逆に、その、調子悪い時とか、
がなんか家族に不和があったりすると、うん、カビが生えたり。あ、いい感じだ。はい、同じようになんか。そうなんです。可愛いですね。これがもう面白くて仕方なくて。はい、そんなわかりやすいんですよ、キンちゃん。いや、カビが、味噌にカビが生えたら、あ、なんか、マイナス持ってたんだな。教えてくれてるんだ。で、取ればいいので、で、次は綺麗になるので、あ、浄化されたっていうような、そんな感じ。可愛いですね。可愛い。めちゃくちゃ気になってたな。可愛いでしょ。可愛い。可愛い。可愛い。はい。だんだんじゃあもう金の、彼女のように思いますね。彼女なんですね。もう、ただいまどっちか彼女の今。ケンちゃんが、ケンちゃん彼女のことじゃなくて、ケンちゃん彼女って言われてるけど、男前な感じがする。金ちゃん男前な感じがしましたけど。そこまで、もう、恋人の、もう、意思疎通がどんどんできるようになってくる。そうなんですよ。で、応援され、何されると嬉しがるんですか、金ちゃんは。確かにね。やっぱり、調べると実験がいっぱいあって、ね、世界中で。そうなんですね。例えば、ご飯を容器に入れて、はい、ありがとうって声かけるご飯と、はいはい、バカ野郎って声かけるご飯では全く、こっちは発酵する、こっちは腐敗するっていう実験がいっぱいあるんです。ちゃんと研究されてるんですね。はい。なので、もうここは科学っていうより、私たちが嬉しい言葉は発酵して、私たちがちょっと落ち込むような悲しい言葉は腐敗が活発になるっていうのが分かっちゃったんで、はい。なので、もう今波動とか波動測定とかできるようになってますけど、あ、もう持ってんじゃんっていう。そっか、体がそれを持ってるわけですね。そうその私たちにも菌がいますから、確かに、あ、私は持ってんだ。へえ、はい、最先端の装置はもう一線、ここに100億いたり、ここに1億いたり、一番お腹にいるんですよ。やっぱ腸が一番、腸がいっぱい。だからストレスかかるとすぐここがお腹下る方もいらっしゃるし、はい、面白いですね、はい、自分の意思をちゃんと表してくれてたかな。そうなんですよ、はい、そっからどうやって仕事になってたんですか。それはでもここ15年普通に社員をやったってことは、発行のことをお伝えしてまだそんなに経ってないってことなんですか。じゃあ逆に、どれくらいで、まあ、目覚めてから5年ぐらい。あ、そうなの。本当に最近の、はい、だからそんな本読んだりしてるから、もう1年でもう詳しくなっちゃって、もう夢中になっておりますね。で、仕事の休みの日に、パートさんとかを集めて、発酵の教室をしてたんですよ。お寿司屋さんで、市民センターから。ああ、もう独自に。はい、もうやりたくてたまらない。そう、やりたいから、アルバイトさんもちょっと来なさいとか言って、集めてやってたら、ちょっと増えちゃって、で、これ楽しいから仕事をこっちに変えようって思って、はい、それで、シフトして、はい、まあ、すごいですね。はい、そうです。で、だからその、体調が悪かったとか、どんな変化だったか、具体的に現地の体の変化とか、はい、なんかすごくそこから変わったとかっていうのはなんかありますか。まず腸が綺麗になるので、お肌が綺麗になります。そして、シミ、シワ、あと色白くなります。女性にとってはそんなに大きいです。で、栄養を作ってくれているので、足りない栄養を作ってくれるので、それが入ると、まあ、不調がある人は治っていくし、僕の場合は、まず1年で身長が4センチ伸びた。まあまあの男ですよ。まあまあ伸びた。10代じゃないですよね。今40代。40代ですよね。40代から4センチ伸びたの。伸びた。マジですか。これ、まだまだ、身長諦めちゃいけないんだけど。いけない。はい。微生物って、思ってる以上にやるのよ。愛してやまない。相思相愛だからよりやるんじゃないですか。答えてくれるんじゃないですか。すごいですね、はい、体調が良くなって肌ツヤも良くなって身長伸びちゃったんですよ。若返ってるってことですか。若返りますね。栄養が入るから、そうか、なかった栄養が入る。そうか、はい、どこからどの辺から僕ら日常に発酵を取り入れていけばいいんでしょうか。まずそのお料理を覚えるとか、調味料の作り方を覚えるでもいいんですけど、もう今日お二人のお話を聞いて、もう確信になったのが、本当ですか、菌の塊なんですよ、私たち。この菌が喜ぶことすれば、もう発酵人間なんです。はい、もうこの言葉を、はいはい、そして音楽を、歌を、はい、浴びて、菌がこう、イメージでしょ、菌がこうなってる感じを
うん、その、イメージですけど、ときめく設定をっておっしゃったんで、あ、これでいいんだ。キムちゃんがこさえてくるんだ。うん、でも、やっぱりもう、それからだいぶ経ってるから、やっぱり、キンに対する声掛けも相当進化したんですか、もう。もともと、もう、やってたんですか、だから、キンに対して意識を向けてたとか。意識だけで反応するようになりますね。慣れてきます。最初だと声かけするんですけど、意識を向けて。どんな感じになってくるんですか？なんか、熟年夫婦のような。どういう会話が行われるの？結構、慣れるの早いですね。ここにいるの、声かけしないけど、うん、いるね。信じてるよとか。意識だけで。うん。今日も元気だね。お、今日どうしたとか。見たらわかる。あ、もう見たらわかるの。わかる、コンディションがわかる。わかる。でもそのコンディションは自分とリンクしてるんでしょ。してます。ああ、面白い。鏡、はい、のような。見たらわかる。そういう感じって思いながらも、やっぱり今日、ひろみ先生の話を聞いて、はいはいはい、臓器の声を、はい、探るときに、うん、分かりやすい、入り方としていいなと思ったのは、ね、うん、臓器にいっぱい菌がいるんです、うんうんうん、この子たちスピーカーになってると思って、その波動とか、はいはい、あなた捉えたねっていう時に、はい、そうだそうだそうだって、覚醒器みたいな。で、頭で考えて、あ、こうだ、ひらめいたって思ったら、菌ちゃんチーン。あ、チーン、こうやってくれないんですか？なんか変だな、なんか変だな。それはもう、僕らの一般の、方はなんとなく違和感っていう感覚なんですかね、それは。わかります。はい。違和感っていうのは大事で、やっぱり、うん。で、よくワクワクするって言いますけど、はいはい、枠っていうこと自体が、菌が枠から来てる。あー、はい、なるほど。湧き上がる、はい。辞書で調べると、そうなんですね。そう、生命が枠とか、何もないとこに、虫が枠とか、菌が枠っていうことなんで。いや、すごいですね。はい、じゃ僕だから、まだ初心者の方がどういうふうにやったらこう、対話というか、お声掛けをしたらいいんですかね。なんとなくイメージとか、イメージが得意な人が苦手な人もいたりするんですけど、はい、どういう風にやるのがいいとか、なんか一つじゃないのかもしれないですけど。まあ、お料理の発酵を覚えるのはもちろん、はい、あるんですけど、まあ、いっぱい調べたら出てくるんですけど、うん、やっぱり、私たちがすぐできることは、もう菌がいるので、うん、頭で考えるのと同時に、こっちにも聞いて、うん、こっちでも、どうって菌に聞くみたいな感じで、するとこう喜んでるのか、ちょっと重い感じなのか、動かなかったら重いですから、そういうのが分かるっていう。なんとなくが大事です。なんとなくが大事。はい。それをやり続けていくと、なんか見なくても熟練夫婦のようになるしか。だってマサさんの音楽聴いたら上がるわけじゃないですか。ありがとうございます。金が。いやでも金が上がる。音楽って打ち出し方新しいから確かに誰も証明できないから、あと母性言ったもん勝ち誰も知らないですね、はい、金のターゲットなんか行かなきゃって気になる本当かな使命感に捉える金が喜ぶから金が喜ぶから仕方ないから行くから仕方ないって言っちゃったじゃん頭が金は喜んでるからいいですね。金、まぁ、あ、ちょっと変な話、ちょっと違うかもしれないですけど、金って日本語で金で、お金も金だし、はい、筋肉も金だったりするし、はい、なんかそういう、ちょっとあれですけど、金運が上がった、うん、なんかいろんな人見てると思うんですけど、うん、なんか運気が上がったとか、そういう話とかもあったりするんですか？結局発酵金っていうのは、波動が高い言葉とか、感情に活発になるんですよ。反応しない。要は自分の波動に反応するから。じゃあ、高い波動に発酵金が反応するんだったら、金運とか、ありがとうって思うようなこととか、愛してるって思うようなことってやってくるんですよ。だから発酵金に戯れる。発酵金と仲良くしとくと、だって僕趣味でやってたのに、こんなことになってるんですよ。仕事としてね。運がやってくるとしか言いようがない。はい、いうことだと思います。なるほど。気配的にそういう状態になっちゃうんですね。なんで。まさに光り輝く発酵のような状態にもなるわけですね。はいはい、僕はそのお料理の発酵も教えますけど、うん、今日お二人のお話聞かせてもらって、うん、ああ、人を発酵させるんだっていう物語ができました。発酵物語が素晴らしい。発酵の星の発酵時ですね。はい、素晴らしい。ニュージャポニズムじゃないですか。金を通して人を光らせて。素晴らしいですね。あ、今日の予宿に光って僕書いたんですね。新時代の光。
新時代の光に、はい、みんなが目覚めて新時代の光になるって書いてあるんですよ。すごい光の話されたので、うん、もう嬉しく金が4度喜ぶ。いやー、ケンちゃんの活動を教えたいとかは、ね、そうだね、どこから見れば分かるんですかね。そのこういう今聞いて受けたいとか、ね、いる方、興味持った方はどうやったらいいですか。まあ、LINE と Facebook と Instagram やってるんで、はい、じゃあどれかしらで探せば、じゃあ概要欄にそれをなんか発行のそういうの見てたら多分出てくると思います。じゃあリンクを後で教えてもらって、それを、はい、はい、もし気になる方がいたら、はい、聞いてる方でね、はい、ぜひ。松丸健太郎さんだよ。はい、健ちゃん。主に活動は福岡ですか。ね、例えばあ、もう、ズームを、オンラインの講座をやってるんですか。ズームでも行けるんですね。もう全国。で、どこでもできます。リアルでやりたい方も、呼んでいただければ、どこでもスケジュール調整して。福岡にいるので、はい、福岡では、まあ、月1回ぐらいやってて、はい、まあ、ズームはもう2日に1回やるんですけど、県外の方も来てって言ってもらったら行きます。でも2日に1回やってたらだいぶチャンスあるね。ズームでできるとまずね、そこから来て、あ、そうです、はい、ね、王子、王子ぶりを、ね、素晴らしい王子ぶりです。王子ぶり、一緒にくすぐって、くすぐって、一緒にくすぐる。今急に何の話だっけ。ピーチャーどうした。ピーチャーどうした。あの、ボセイ、ボセイ、あ、ボセイの話だった。女性を元気にした。なるほどですね。あ、ゲンちゃんも女性を元気にした。女性からですね、やっぱり発光は。発光で、もう女性が輝く、目の輝きが違うし、うん、女性が元気になると、うん、親子教室やってるんですけど、うん、子供が関数変わる。お母さん喜ぶのめっちゃ喜ぶんです。確かに。超感動する。それを見て、家族みんな喜ぶ。喜びます。お母さん感じて。そうだね。女性の方が早いしね。はい。感性がすごい。はい。欲しいです。よろしくお願いします。ゲッチャありがとうございます。というわけで、翡翠小太郎と、マナイ王子マサと、発酵王子ゲンちゃんの、笑う角にはグリーンズ。ありがとうございます。